そうですね。まあここ数週間本当におっしゃる通りいろんなことがあって、まあ自分自身こういった経験は初めての経験で、まあサッカー人生あんな大敗もしたことないですし、まあ監督交代っていうのも初めてなので、まあちょっとなんかいろいろと、まあこれが本当にプロの世界なんだなっていうのを逆に知れたというか、そういう期間になりましたけど、まあでもそれでも自分たちは本当にピッチの上でプレーして勝つことだけに執着してやるだけだと思うので、そこは別に変わらずに自分は今もできてるかなと思います。最後の最後まで応援してくれてるファン、サポーターのために自分たちはもっと一生懸命勝利にこだわってやらないといけないなっていうことを感じさせられる、まあ、横浜戦であったり塩であったり、本当に力になるというか、自分が持ってるものを最大限に引き出してくれるような雰囲気であったり、そういったものを作っていただいているってことは本当に感謝しかないですし、まあ、勝利っていうものを本当に、まあ、サポーターの皆さんと一緒に喜びを分かち合いたいなって思います。そうですよね。やることは特に変わってないですし、まあ、選手たちの雰囲気とかも別にネガティブな感じにはなってないですし、まあ、むしろもうあと3試合全力でやろうっていう感じなので、まあ状況としては別に悪くないですし、自分たちは、まあ、今までやってきた、今年やってきたサッカーをまたあと3試合貫き通すだけだと思うので、はい、やることは変わんないと思います。そうですね。まあ今年はタイトル何も取れずに、シーズンが終わってしまうっていうのは、まあ、自分としても不甲斐ないなっていう気持ちはありますけど、まあ、まだあと3試合残ってるので、まあ、その3試合を来年に向けてつながるようなプレーをして、チームとしても自分としても成長していきたいなっていうのはあります。まあ、徳島は残留争いしてるチームなので、まあ、本当に死ぬ者狂いで来ると思うんですけど、まあ、その気持ち以上に自分たちはやんないといけないですし、アジスタのホームなので、僕らしくアグレッシブに戦ってハードワークして最後の最後まで諦めずに、戦い続けたいと思います。